こんにちは、トトのラブチャンネルです。今回はトトのから学ぼう昭和の暮らしパート2を紹介します。まず紹介しますのはボンネットバスです。前回紹介しましたのオート三輪と映画中にすれ違ったり、それからさつきちゃんとめいちゃんのお父さんが通勤に使っていました。今のバスと比べてみると分かる通り、このボンネットバスは前が突き出ているようになっています。ボンネットバスはこのボンネット部分にエンジンがついていて、今のバスは後ろにエンジンがついています。今のバスはエンジンが後ろについているので、昔のバスに比べると車内が広かったり、お客さんがたくさん乗れたりしますね。それから当時の路線バスには車掌さんが乗っていました。さつきちゃんとめいちゃんがお父さんをお迎えにバス停で待っている時に、乗りますか?と声をかけた女性が車掌さんです。当時はバスガールと呼ばれるほどとても人気があったお仕事だそうです。切符を切ったり、発車オーライと出発進行の掛け声をしたり、バスのバックの誘導をしていたそうです。それからこのボンネットバスで一番特徴的なのはアポロ式方向指示器です。方向指示器はいわゆるウィンカーなんですけれども、当時の車には方向指示器がついていないものがあったので、後からウィンカーをつけれるようにアポロ工業という会社が外付け型矢羽根式方向指示器を作りまして、ほとんどのそのついていない車がアポロ工業の作ったこの方向指示器をつけたので、アポロと後から呼ばれるようになったそうです。今はチカチカっとウインカーが光るんですけれども、昔はこのようにガチャッと棒のようなものが出てくるウインカーになっています。このボンネットバスのおもちゃなんですが、東京都八王子市にあります日野自動車21世紀センター日野オートプラザの中で売っています。ここは日野自動車の歴史やエンジンの仕組み、ジオラマ、それからトミカも置いていて、とても楽しいところでした。このボンネットバスの他にもボンネットトラックやボンネット消防車などとても貴重な車が置いてあったので、ぜひ興味がある方は見に行ってみてください。次に紹介しますのはこの牛さんです。さつきちゃんとめいちゃんがオート三輪に乗って引っ越してくるときに、お父さんが草壁です、引っ越してきましたとおばあちゃんに言いますよね。この時田んぼで引き連れていたのがこの牛さんです。牛は昭和30年代のトラクターと呼ばれていたそうなんですが、その昭和30年代後半頃から少しずつ機械化されていったそうです。トトロのお話は昭和30年代前半のお話なので、まだ機械化されていないですね。牛や馬が田植えのお手伝いをしていて、道具ですとか、それから田んぼの苗を運んでもらったり、動物はとても大切にされていたそうです。馬は高いので裕福な家にしかいなかったそうです。次に紹介しますのはさつきとめいの家です。このお家は昭和10年代に建てられたそうです。
トトロのお話は昭和30年代前半のお話なので、約20年前に建てられたお家にサツキとメイが引っ越してきたことになりますね。で、この部分はお父さんの書斎なんですけれども、手前に洋館が突き出しているような形をしていますが、基本的には瓦屋根ですとか引き戸があって、ここには縁側もあるので、日本の昔ながらのお家ですね。このサツキとメイのお家は愛知県愛知九博記念公園内にあるんですけれども、2022年にジブリパークになるので、その工事のため今は当面休業だそうです。で、このお家なんですが、職人が作る木の家ネットというホームページに、サツキとメイとあなたの家というレポートに設計図ですとか家作りの仕組みなどとても詳しく書かれていたので、興味がある方はぜひ見てみてください。ということで、簡単ではありますが、隣のトトロに登場する昭和のものを紹介しました。次回はこのサツキとメイのうちにあるものを紹介します。ではまたね、バイバーイ。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いいたします。うちまで競争、あ、ずるー。